します。システムスキャンモード。どうすんだろう、女子いっぱいで先輩の企画とか何も考えてないんだよ。システムなんか死ななかった。5000しか以上ないな。2000しかない。しょぼ。危ろ。はい。それだね。アーマーの子はなんて、背後からの切りこそが、AC 復帰 VK まではベストだった。蹴られた。蹴り伸びるな。逆重逆でもあんなら固まる。メインシステム戦闘モードを起動します。有楽の使用上はまあ邪魔、味の強さあれがいいけど、まあ、俺が邪魔で悪さしすぎたっていう。システムスキャンモード。エネルギー残り 30%。 システム戦闘モード。シルスなしロックできねえ。やばすぎる。システムエネルギー残り 30%。 サルバタンクでスズムシならだいぶ早いかな。エネルギー残り 30%。 エネルギーがありません。打ち方研究しないといけないな。エネルギー残り 30%。 エネルギー残り 30%。 エネルギーがありません。浮き上がってる。エネルギーね、ノーチャで打っても1870ぐらいいいってあるから。残弾 30%。 エネルギー残り 30%。 システム戦闘モード。エネルギー残り 30%。
DPS は高いんだけど、それを生かすためのエネルギーが確保しない。問題が発生。システム戦闘モード。エネルギー残り 30%。システム戦闘モード。どう？システムエネルギーがありません。システムスキャンモード。システム。うお。そう、今のはすごい動きしたな。ピョンピョンピョンみたいな感じで感じ、今のはかわせんわ。上下上みたいな、上下上下すごい動きした。ブーチャーからの狙い目だったからね。ジャンプすると同時にブーチャー上からしてくる。うおー、いいね。8レザーのアンプ面白いでしょ。アンプの倍率すごいからね。威徳8レザーで 200FCS でハンプで撃ちまくるって。DPS 半端じゃねえから。まあ、レザータン乗りとか砂タン乗りは総じてね、蹴りがうまいから。ただまあ、それもね、まあ VD のいいとこじゃん。アウトレンジ機体でもさ、自衛の心得があるというね。ただでは死なんっていう。だからまあ、なんか、賛否両論あるとは思うけどさ、出た時期が悪くてさ、有名、あと有名にならなくて、あと5のせいで、なんかデバフがかかってたせいでさ、5のマッチングとかのせいで。おお、切った。ちょっと VD 自体は割とね、俺、神ゲー寄りのちゃんと対戦ゲームだと思う。対戦ルールとね、もうちょっとだけね、縦とかのバランスをね、見直してくれさえすれば、多分ね、本当に素晴らしいゲームだったもん。お、切った！水没しながら切った、かっこよ。ちゃんと当てるな。おお。ちゃんと当てるじゃん。ほらね、もう、ユーラック面白いし。スターじゃマジで生まれねえ。何こいつ。